新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今日から中国と韓国からの入国制限が始まりました。成田空港に到着した人からは、急な要請に困惑する声も聞かれました。滞在先が決まっていないのでしょうか。なかなか検疫所を通過できない外国人の姿も見られます。政府は中国と韓国から入国した人に対して自宅やホテルに2週間待機することなどを要請しています。到着する場所は成田空港と関西空港に限定して、電車やバス、タクシーといった公共交通機関を利用しないよう呼びかけています。They gave me some paperwork to write down, but they couldn't really assist me like what to put down because I asked them I live in Japan. とにかく、まあ、自宅で待機してくださいみたいな感じです。この紙だけですよ、はい。入国した後の移動手段の確保や宿泊するホテルの延長など具体的な対応策は示されていません。今回の制限に法的な強制力はなく、厚生労働省はあくまでも要請としています。